あともう一つすいません。立花さんに沖縄の知事選挙に関連して、立候補したいという方からなんか NHK とかの公認をとか、そういったような話とか何かあったりとか、そういうのはありましたでしょうか。残念ながらありません。はい、わかりました。地方選95人しかまだ候補者がいないんで、あと5日ですので、まあ、そこで8月の10日を締め切りですので、まあ意外に人気ないなっていうのが、まあ意外に人気ないのもそうですけど、まあ現実的に今の力だと地方選挙はやっぱり50人ぐらいだろうねと、当選するのは。ただまあその人のレベルによると思いますね。お金の使い方とレベルによると思いますから、まあ4年前の統一地方選挙の時は本当にもうNHK から国民を守る党というその党で行った、人間的にじゃあめちゃくちゃ能力があるかっていうと、そういう人はあんまりいなかったので、まあ、そういう意味では面白いぐらい、まあまあ相当レベルが上がる議員としての能力が相当上がる人が公認されるでしょうし、まあ意外に結構取るんじゃないのかな。 YouTuber これから本当にまあ明日明後日か、まあ例えば DJ 社長であったりとか、おそらく三崎豊もいるでしょうし、まあそれ以外にも有名な YouTuber たちがこれからどんどん来るでしょうから、まあそういう意味でも統一地方選挙に向けてどんな政党名がいいのかっていうのは考えてるんですよね。参議院選挙、衆議院選挙、特に衆議院選挙で党名を変えてもらわなきゃいけないんで、あんまりそれこそ阿党とか NHK 党の方がいいんですが、統一地方選挙の場合は党名は一切書けないとか書くものじゃなくて、むしろちょっと長い方が目立つんですよ。10文字から13文字ぐらいの方が目立つんですね。そうです、公明党とか共産党とかっていうよりも、こう NHK から国民を守る党の誰々の方が目立つので、そういうことはちょっと考えているので、でもちろん YouTuber がうちの党で協力体制になればチラシとかにも入れられますから、ちょっとその辺は今後どういう人が NHK 党からで、年内の解散も結構僕あると思ってるんで、結構支えてますよ年内解散は。まあ理由はもう明確に3つあって、1つは細田さんを変えたい、細田衆議院議長を変えたい、1つは10増10減の前にやってしまいたい、1つは立憲民主党がめちゃくちゃ弱い、まあまあ、もちろん菅さんとしても、あ菅さんじゃない、岸田総理についてもここで解散を打つことによっての求心力ということを考えたら、自民党は確かに統一教会で今いろとなってますけど、こんなの年末になったらみんな忘れちゃうんですよね。またっていうか、もう維新も一緒じゃん、立憲も一緒じゃんって結局なるんですよ。だって自民党の議員が付き合いがはるかに多いとかって報道されてるんですけど、アホかと。議員の数がそもそも自民党が圧倒的に多いから当然のことなんですよ。まるで自民党の人が付き合いがめちゃくちゃ多いかのようなことを言ってますけども、そもそもの絶対数が多いからっていうのもあるんで、僕は年内解散結構シビアに見てて、ぜひ年内解散打ってほしいなと思ってますけどね。